俺が義母が履いているローライズジーンズのファスナーに手をかけると、義母の手が覆いかぶさった。明るすぎて恥ずかしい。カーテンを。今のカーテンを閉めると、義母は無言のまま俺を受け入れた。俺が妻と結婚したのは、俺が31歳、妻が27歳の時。お見合い結婚だ。当時、義母は49歳だったが、妻と同じくらいの年齢に見えた。お見合いの席につき、妻と義母が並んでいるのを見て、姉妹で来ているのかなと思ったほど義母は若々しかった。ワンピースから見え隠れする胸もお尻も豊満で、浅黒い肌がやけに艶やかだった。身長は妻も義母も165センチ。身長のみならず、胸もヒップも同じように見えた。もし見合い相手が義母だったら、俺は義母と結婚していたかもしれない。義母は妻が小学6年生の時に離婚して以来、独り身。妻を妹のように可愛がりながら育てたそうだ。姉妹のように似ている妻と義母だが、服のセンスだけは大きく違う。義母は、俺が実家に行った時はいつもローライズジーンズにタンクトップ姿だった。肉感的な体で、薄いタンクトップがぴっちりと肌に食い込み、その体が浮き出されていた。腰とお尻の間が浅いローライズジーンズなので、少ししゃがんだだけで下着やお尻が見えてしまっていた。お母さんのお尻、見ていたでしょう。と妻に何度も言われたが、見えてないよと嘘を突き通した。こうして、俺は実家に行くたびに義母に惹かれていった。あれは8月のお盆の時、帰省する約束をしていたが、妻は用事が入ったとのことで、俺が先に行くことに。ごめん、お母さんに謝っといて、夕方には着くから。そう言って、妻が車を飛ばして行った。昼前に着くと、義母はすでに昼食の用意をしてくれていた。蒸し暑い夏の正午前、俺が着ていた T シャツは汗びっしょりだった。食事の前にシャワーを浴びたら？義母の優しい一言に甘え、シャワーを借りたのだが、俺は重大なミスを犯してしまった。着替えを妻が乗る車に積んでいたのを忘れていたのだ。さっきまで着ていた服は汗でびしょびしょ。仕方なくバスタオルを腰に巻いたまま浴室から出ることにした。うちは男手がないから下着の一枚も置いてなくてごめんね。義母はそう言いながら食事を用意してくれたのだ。俺のミスにもかかわらず逆に謝ってくれた義母にさらに惹かれてしまった。義母がお酌をしてくれたビールは格別だ。時折ローライズジーンズから見え隠れする薄い水色の下着。俺の目線は義母の腰元から離れなかった。あら、もう飲んじゃったの？義母が台所から枝豆を持ってきた頃にはビール瓶は空になっていた。義母が驚くのも無理はない。その日は蒸し暑く、ついつい大瓶2本をたった10分で飲んでしまった。少し酔いを感じているのがわかる。ソファーの長椅子に座っていたため、自然に食事が終わる頃には横になっていた。対面の個人椅子に義母が座っている。お母さんってどことなく吉瀬美智子に似ているな。そう思った記憶を最後に、いつの間にかうとうとしてしまったようだ。ふと気がつくと、腰から巻いていたバスタオルが布団のように俺の体を覆っていた。眠りから覚めると義母はそこに座っていて。疲れとビールの酔いで眠っていたのよ。と。どうやらバスタオルが落ちてしまって義母がかけてくれたようだ。あ、見られてしまったなとすぐに気がついた。お母さん、寝ている間にバスタオルが取れてしまったんですね。寝返りを打った時床に落ちたから
起こすのもかわいそうだから体の上にかけたの。恥ずかしいな。知らなかったとはいえ、俺お母さんにすっかり見られてしまったわけですね。ごめんなさいね。ずいぶんと久しぶりに若い男の人の体を見させてもらって。時計は午後2時を指していた。義母のぴったりしたタンクトップから想像できる大きな胸やローライズに食い込んだお尻。今ならこのすべてを俺のものにできるかもしれない。そう考えると俺の理性は使い物にならない。台所に立った義母の背中を抱きしめていた。もちろんバスタオルが床に落ちている。俺は義母が履いているジーンズのファスナーに手をかけると義母の手が覆いかぶさる。それは義母が取った唯一の抵抗だった。明るすぎて恥ずかしい。カーテンを。義母が小さな声で言った。今のカーテンを閉めると義母は無言のまま俺を受け入れたのだ。エアコンがついていたが二人とも汗びっしょり。俺は再びシャワーを浴びることに。義母を誘ったが台所の床にぐったりしたまま動かない。午後5時ごろ携帯電話を見ると妻から着信があったようだ。罪悪感を押し殺し妻にかけ直す。ごめん、用事が終わらなくて明日になってしまいそう。本当にごめんね。着替えの件を伝えようとしたが切られてしまった。シャワーから出てきた義母にその旨を伝えると、あの子も大変ね。じゃあ夕飯どうしよう。ローライズジーンズ姿の義母がバスタオルを頭に巻いている。ふと腰に目をやるとピンク色の紐が見えているじゃないか。お母さん、こっちへ来て。義母をソファーへ呼び寄せると俺の膝に座らせる。お母さん、どうしたのこの紐。なんだか嬉しくなっちゃって、久しぶりに履いたの。浅黒い肌にセクシーな下着。俺の欲望は瞬間的にピークに達した。こうして俺と義母は朝までお互いを求め合った。翌朝義母に買ってきてもらった下着姿で妻を出迎えた俺は何事もなかったかのように振る舞った。その後なんとなく分かったことだが、どうやら妻は浮気をしていたようで、男と会うために帰省が遅れたようだ。妻を責めるつもりはない。俺も妻がいない時は義母と楽しんでいるのだから。俺の名前はリュウジ。生涯独身を貫くことを決めていた。これまで独身貴族として仕事に勤しみ、好きな時に女と遊んで過ごす楽しい日々を満喫していた。それが34歳になった俺は現在一児の父となっている。バーで出会った若い女の顔が好みで声をかけたことから全ては始まった。若くて可愛いカズハと一晩遊ぶだけのはずだった。それがどこをどう間違えたのだろう。とりあえず連絡先を交換していたカズハから妊娠したと連絡が入った。最初はバックレようかとも考えたが、まだ若いカズハを妊娠させてしまったのは俺の責任だ。男として女を傷つけることはできない。俺は覚悟を決めてカズハと結婚することにした。まだ若いカズハの純真無垢な姿を見ていると放っておけないのもあった。それから俺はすぐにカズハの実家に挨拶に行った。カズハの実家で妻のカズハ、義母ミチコ、義姉リサ、義妹アキ、そして俺の5人で暮らすこととなった。女だらけの家族だったので、出会ってすぐに妊娠させたにもかかわらず、そこまで咎められることはなかった。ここに義父がいたならば、俺は一発やられるどころじゃ済まなかったかもしれない。その後、カズハは無事に出産を終えた。幸せそうに生まれたばかりの我が子を抱き上げる顔は、完全に母親の顔になっていた。リュウジさん、私に素敵な子供を抱かせてくれてありがとう。とっても幸せよ。
ある日の休日のこと、和葉が子供の面倒を見てくれているので、義妹の秋とショッピングモールに買い物に出かけることになった。まだ大学生の秋は車の免許も持っていないので、俺に連れて行ってほしいとせがんできたのだ。すっかり実の妹のように甘えてくれるのは嬉しい。お兄さんがいてくれて、和葉姉さんすごい幸せそう。私はこれまで女家族の中にいたから、なんかちょっと緊張しちゃいますけど。緊張してる割には今日も俺を使いっ走りにして。すみません。でもお兄さんとゆっくり二人で話してみたいのもあって。いや、なんか照れちゃいますね。あきちゃん、かわいいね。お兄さん、からかわないで。大人だからって子供に見てるんでしょう。そんなことないよ。それにあきちゃんのこと、一人の女性として素敵だと思う。和葉とはまた違う初々しさのある秋に俺は欲情してしまった。大学生は好奇心旺盛な部分もあるのだろう。最初こそ恥ずかしがって拒まれたが、秋も俺を受け入れてくれた。そのまま俺たちはショッピングモールの駐車場の片隅でひっそりと結ばれた。その翌週、今度は義姉のリサから一緒に買い物に行こうと誘われた。女家族と同居していると男は使いっ走りにされるものだ。リサは姉妹の中でも一番明るく、長女だからか積極的な女の子だ。買い物をする時もあっちこっちと引っ張られて、まるでパパ活でもしているような気分になった。和葉が結構年上の龍二さんと出来婚したのは本当に驚いたよ。まさかだったもんね。和葉は男に免疫もないし、絶対一番最後に結婚すると思ってたから置いていかれた気分になったわ。買い物を終えて駐車場に戻る道中、リサは突然和葉に対する思いを語ってきた。姉として先に結婚したいって思いはあるもんなんだね。そりゃあるよ。それに私が一番ムカついているのは、龍二さんみたいにかっこいい人を捕まえてきたこと。へえ、それは嬉しいね。龍二さんはなんかお父さんに面影が似てるっていうか、私お父さんのことを大好きだったんだよね。リサは嬉しそうに語ってくれる。この家族の父親は子供が小さい頃に女を作ったのが原因で離婚したと聞いている。そんな父親のことだから、てっきり恨んでいるのかと思えば、リサの表情はとても嬉しそうだ。義母のために語らずにおこうとしていたのか、家族であまり義父の話は聞いたことがなかったので意外だった。俺がそんなことを考えながら荷物を持って車に戻った時のことだ。ねえ龍二さん、和葉には絶対に内緒にするから、一回私とどう？リサはそう言いながら俺に体を寄せてきた。こんな可愛い子に言い寄られて俺が断る理由はどこにもない。俺は積極的に迫ってくるリサと関係を持った。和葉の姉妹二人と関係を持ってしまったが、二人ともいけないことをしたという自覚はあるのだろう。あれから家の中で二人とも変な素振りを見せることはなかった。さすがに和葉にバレたらどうなるかわからないと考えているのだろう。俺としてはありがたいことだ。さすがに子供ができた手前、姉妹二人と関係を持った事実がバレるわけにはいかない。俺は最善の注意を払って何事もないように努めていた。そのおかげで和葉は俺のことを一切疑っていない。今は子育てに必死なのもあり、あまり俺に目を向けられないのもあるだろう。ある意味ではタイミングが良かったのかもしれない。しかし最近ふと違和感を覚えることがある。それは俺に対する義母美智子の態度だ。義母は出会った時から俺に対して他人行儀な一歩引いた接し方をしていた。最初は
嫁の親とはそういうものなのだろうと考えていたが、風呂上がりに俺がバスタオル一枚でいただけでも過剰なまでに逃げる時があった。さすがにその反応は思春期の娘じゃあるまいしと思っていたのだが、先日のリサの件で気づいたことがある。義母は自分を捨てた夫と似ている俺を避けているのではないかと。そう考えると今までの義母の俺に対する反応もうなずける。ただ最近急に態度が冷たくなった理由は俺にもわからない。まさかリサやアキが俺との関係を義母に話すわけもあるまい。俺が不思議になって義母のことを考えていたある日、今度は私と買い物に行きましょう、と義母に言われた。何を考えているのか全く見当もつかない。そう思いながらも、俺は仕方なく義母を車に乗せて出かけることにした。義母が指定したのも姉妹といったショッピングモールだ。その道中、あなた、車で二人と何してたの？と義母から低い声で言われた。俺は内心怯えながらも、一体何の話ですか？ととぼけてみた。バカね。車の中ならバレないと思ったんでしょうけど、こんな証拠を残すものがあるのよ。義母が刺したのはドラレコだった。この前たまたまドライブレコーダーをチェックしたの。そうしたらあなたたちのとんでもない声が聞こえてくるじゃない。もう私震え上がっちゃったわよ。夫の女遊びで離婚を経験している義母だ。一時の過ちとはいえ、妻の姉妹と関係を持った俺を許してくれるとは思えない。これまでの日々もこれで終わりか。いつもの駐車場に着くと俺は車を止め、離婚しなさいと言われるのを覚悟してそっと義母の顔を見た。すると義母は少し顔をあからめながらとんでもないことを言い出した。私にもお願いできないかしら。え？何をですか？もうそんなこと言わせないでよ。あの子たちが小さい時に夫と離婚して、それからずっと子供たちの母親として生きてきたの。楽しかったけど長い間寂しかったのよ。いくつになっても女として見てもらいたいものなのよ。義母はそう言いながら潤んだ目を俺に向け抱きついてきた。そうして唇を重ねるとお互い激しく求め合った。近頃若い体にしか接していなかった俺は義母の熟れた体に夢中になった。もともと独身貴族だった俺はあれから月に一度家族6人で買い物に出かけるようになった。妻の和葉はこう抱きながら、家族が増えて嬉しいねと語り、義母は、まるでお父さんができたみたいねと笑っていた。まさか生涯独身を考えていた俺が結婚して子供ができただけではなく、こんなハーレムな日々を過ごすことになるとは夢にも思わなかった。ただ秘密を共有している義母以外には絶対にバレてはいけないのだが、義母はゆっくり布団をめくった。妻が来ている間中、義母の下半身は布団の中に隠れていたが何もつけていなかったようだ。お昼ご飯を社員食堂で食べていた俺に、来週末空いていないかと妻からメールが届いていた。土日の出勤は今回はありませんと妻に送り返した。仕事を終えて帰宅すると、来週末に義両親から温泉旅行に誘われたとのこと。来週末の連休は特に何も用事がなかったので、俺たちは義両親と行くことにした。義両親は車で1時間弱のところに住んでいた。2ヶ月に1回ぐらいは会っている。両親とも会社勤めの正社員で、同業他社で先輩だったので、よく仕事のアドバイスをいただいていた。妻には兄がいて、
兄夫婦は二駅隣にいるのだが、兄夫婦とはあまりよろしくなく、義両親は何かとこちらをひいきにしてくれた。兄夫婦は特に兄の嫁が見えっぱりで、ケチで上から目線で、あまりいい気をした記憶がなかった。今回の旅行も、後から一応兄夫婦にも声をかけたのだが、向こうからすぐに断ってきたとのこと。内心、義両親と俺たちは喜んでいる。土曜日の朝早くに準備を済ませ、義両親の家に寄って温泉宿を目指した。途中、何度もサービスエリアに立ち寄って小腹を満たしながら楽しい会話で盛り上がった。到着した旅館は素晴らしいところに立っていた。義両親が準備してくれたものは、すべて俺たちが選ぶものよりランクが上で間違いなかった。お昼を回った頃に到着したので部屋の準備ができておらず、4人で周囲を散歩に出かけることにした。足湯に浸かってみたり、温泉卵を作ったり、地元の土産物を買ったりしてゆっくりとした時間を過ごした。途中で試飲して絶品だった地元の高級なお酒を義父が購入し、後で一緒に飲もうと俺を誘ってきた。断る理由が見つからなかった俺は楽しみで仕方がなかった。部屋に案内されて妻とくつろいでいると、隣の部屋の義両親から風呂のお誘いがあったので、俺たちも行くことになった。大きな内風呂と露天風呂で、俺は義父と足を伸ばして風呂に浸かった。近所のスーパー銭湯にもあった電気風呂を義父が気に入ったのか、なかなかそこから離れない。俺と義父が風呂から出ると、妻と義母がちょうど出てきたところだった。なかなかどうして、風呂上がりで長い髪をアップにした義母に俺はそそられた。日頃見慣れないためか、妻よりも数段良かった。実際義母は50歳だったが、30代でも通じる若さがあった。背も高く華奢ではあったが、妻同様くびれていたし、出るところは出ていた。初めて妻に紹介された時は妻の姉かと思ったほどで、母とは全く思えなかった。妻は可愛いタイプだったが、義母は美人タイプだった。レストランでの食事は山の幸、海の幸が豊富に取り入れられ、どれを食べてもとにかく美味しかった。部屋に戻ってくつろいでいると、義父からお酒のお誘いがあったので、俺と妻は隣の義両親の部屋に揃って行った。妻もお酒が好きで、なおかつ強かった。俺はお酒が好きなんだが弱かったし、すぐ寝てしまうタイプだった。この日も義両親の部屋で俺はいつの間にか寝てしまった。妻に起こされ、俺と妻は部屋に戻った。妻は義母ともう一度俺が寝ている間に風呂に行ったみたいだった。俺は妻に起こされ、すっかり目が覚めたので、一人で風呂に出かけた。夜中の風呂は貸し切り状態で、俺一人だった。俺は大きな風呂で大人げなくはしゃいだ。風呂から出ると、入ってきた人とぶつかってしまった。義父だった。メガネを忘れて風呂に来たので、よく見えていなかったのだろうか。知らない人でなくて、俺はほっとした。義父に謝って、俺は部屋に戻った。長風呂をしすぎてしまったようだ。頭が少しぼーっとしている。部屋の鍵を開けようとしたが、開かなかった。隣で鍵が開いたので、俺はそこの部屋に入った。部屋に入ると、妻は電気を消して眠っていた。俺はこそっと布団に入ると、俺の右腕を引き寄せ、妻は腕枕を求めてきた。一度、俺は拒絶した。すると、妻はもう一度腕枕を求めてきた。今日はその気は全くなかったが、妻がその気だと理解した俺は、妻の浴衣をはだけて、俺は妻を愛して言った。
妻から小さな吐息が漏れる。妻は俺にしがみついてきた。それを合図に俺は妻にキスをしながら妻の下着に手を伸ばし入れ、最終段階へ突入しようと俺は準備をしていた。ギャーッと妻から妻とは違う声がしたと同時に俺は蹴り飛ばされ後ろに倒れてしまった。いって、俺は何が起きたのか理解できなかった。とりあえず電気をつけてみると、そこにははだけた浴衣であられもない姿で小さくなっていた義母が横たわっていた。何見てるの、早く電気消して。俺はなんでなんでとしか考えられなかった。なんて格好しているの。俺はパンツを脱いでいて、恥ずかしくも大きく固く上を向いていた。ようやく俺は理解した。ここは義両親の部屋だということを。そして俺は妻とではなく義母と。振り向くと俺を睨みつけている義母。早く電気を消して。急いで電気を消した。すいませんでした、妻と勘違いして。上手にできたかは定かでないが、初めて土下座というものをした。娘と私くらいわかるでしょ、本当に。全く区別がつかなかった。本当にごめんなさい。謝らなくていいから、夫が戻ってくるから早く出てって。俺はなんてことをしてしまったんだろうか。いいから早くこの部屋から出て行って。義母が俺に枕を投げつけてきた。我に返った俺は慌てて義両親の部屋を出た。そして隣の俺たちの部屋へ向かった。戻るとジャージ姿の妻はポテチを食べながらテレビを見ていた。どうしたの、せっかくお風呂に入ってきたのに走って戻ってきたの。返事ができない。妻は特に俺を気にすることなくテレビを見て笑っていた。さっきの出来事を沙織に話したら今のように笑ってくれるだろうか。俺はそのまま布団に入り眠ることにした。しばらくして布団に入ってきた妻が俺を求めてきたが、今日は疲れたと言って断ってしまった。妻からの誘いを断ったのは初めてだ。今沙織としても義母と重ねてしまうに違いない。どうやら俺は義両親の部屋にパンツを忘れてきたようだ。朝食時間になると妻に起こされた。お腹が空いたけど義母に合わせる顔がなかったので断ろうとしていた。そして義両親が俺たちを誘いに来た。断るいい理由が思いつかなかったので仕方なく俺も朝食会場へ行くことにした。義母の顔が見れない。怒ってるんだろうな。義母は普通にしている。すごいと思った。一度義母と目が合ってしまった。義母はニコニコと俺に微笑んでくれた。妻はコーヒーを作りに、義父は何かを取りに席を立ち、俺は義母と二人で残された。義母は俺に体を向けて、後で話があるの、連絡先を教えなさい。沙織には昨日のこと言ってないでしょうね。やっぱ怒ってる。沙織には言ってないです、言えないですよ。それより僕のパンツあるわよ、後で返すわ。俺は持ってきた携帯で義母と LINE でつながった。早速義母から LINE が来た。21時に一人でフロントに来なさい。それまでは普通にしなさい。俺ははいわかりましたと返事を返した。午前中は近所を夫婦単位で散策。俺たちは足を伸ばして博物館へ、義両親たちは地元の美術館へ。午後からは温泉巡りで合流予定。博物館は妻の要望で行ったんだが、楽しく学ぶ点も多かった。
お昼を簡単に済ませ旅館へ戻ると、義両親はすでに戻っていた。4人が浴衣に着替えて、3軒の温泉巡りを楽しんだ。浴衣姿の義母を見てしまうと、昨夜の光景がよみがえってくる。すぐに興奮してしまう自分が恥ずかしい。さらに温泉でほてって赤く染まった義母は、俺には直視できないほど大人の色気を感じさせられた。義父が羨ましいとさえ思ってしまった。夕食会場でも俺は義母とも勤めて普通に話をした。そして21時になり、1階のマッサージ機に行ってくると言って部屋を出た。フロントのソファーで義母は座っていた。ちゃんと来たのね。沙織には言ってないでしょうね。来て。義母は俺の手を取り走った。義母が俺を連れてきたのは家族風呂の一つ。中から鍵をかけた義母は俺に振り向いたかと思うと、昨日からほてってどうにかして。そう言うと義母は俺の首に手をかけて唇を強引に奪われた。俺はどうすればいいんだと思いながら腕の行き場を考えていた。こんなのはやっぱりダメ。義母は家族風呂から飛び出していった。さっきマッサージ機のところ覗いたんだけど、どこにもいなかった。どこに行ってたの？マッサージ機終わって風呂には入ってきたけど。そうみたいだね。最上階の風呂は眺めが良くて最高だったよ。お母さんと行った？行ってない。今から誘って行ってきます。数分して妻が戻ってきた。お母さん、今日は疲れたから寝るって。大丈夫かな？顔も赤かったし、倒れるようにして布団に入ったんだって。お風呂に入りすぎたんじゃないの？一日で何箇所も入ったし。そうかもね。じゃあ明日朝に入ろっかな。あ、そういえばまだパンツ返してもらってない。翌朝、妻は義母と最上階の風呂に行ったらしい。朝早くに俺を起こしたらしいが、全く起きなかったので誘うのを諦めたらしい。義父もさっき行ってきたようだ。沙織は最上階の風呂場からの景色や設備に感動したことを熱心に俺に説明してきた。で、お母さんの調子はどうだった？あんまり元気がなかった。なんか私と目を合わせないようにしているけど、私のことが気になるって感じ。窓口で接客業をしている沙織はそういうことには敏感だった。お母さんたち朝食会場で待ってるから早く行こう。俺は軽く準備を済ますと朝食会場へ妻と向かった。広い会場は多くの人でにぎわっている。バイキングスタイルの朝食会場で、俺は洋食を、妻は和食を選ぶ。義母を見つけた。お母さん、具合はどうですか？びっくりして振り向いた義母は、あら、おはよう。もう大丈夫よ。ありがとう。周囲に気づかれないように、義母は俺にだけ聞こえるように、昨日のことは、ごめんなさい。いいですよ。ちょっと残念でしたけど。え？朝食を終えて部屋に戻る。チェックアウトまでの時間、日頃見慣れているはずの目の前で行われている妻の着替えに興奮してしまった。それに気づいた妻が誘ってくる。俺は妻の着替えを邪魔してしまった。もう少し時間があるからお風呂に行く？俺は疲れていたから仮眠を取りたいと言って横になった。妻が部屋を出てしばらくすると部屋のチャイムが鳴る。扉を開けると義母が立っていた。沙織、今お風呂でしょ？パンツを返しに来たわよ。ありがとうございます。今日の格好は素敵ですね。ワンピース姿の義母。ニコニコと笑って
隣の部屋に入っていった。清算を義母が行った。妻が領収書を見たらしいが、どうやら2泊3日の4名で50万円弱だったようだ。それよりも妻が激怒したのは、お母さんたち家族風呂利用してたのよ。私たちの分を取ってくれてもいいと思わない？ずるいよね。俺はそうだねと言うしかなかった。帰りの車の中で妻からその話題が出ないかヒヤヒヤしたが、妻はすぐに寝てしまった。兄夫婦の家に寄ってお土産を渡して、義両親を家まで送り届け、俺たちは家に帰った。数日経って妻がお母さんから聞かされた話だと、義父は余命宣告をされていて、最後の思い出にと旅行を計画したとのこと。旅行から帰って翌日から病院に入院した。俺らが車をぶっ飛ばして病院に行ったのは旅行から4日後だった。病院玄関でまずは妻を降ろし、俺は駐車場に車を回してから病室へ駆け込んだ。駐車場で大型の車の中でキスをしているカップルを見た。義父は虫の息。俺の後について、知ってれば旅行について行ってあげたのに。派手な格好をした兄嫁の声が ICU 治療室の外で響き渡る。さっき俺が駐車場で見たカップルの女性と服装がよく似ていたような。妻の兄は出張先から駆けつけているためまだ到着していない。義父は妻の兄の到着を見届けると優しい顔で天国に行った。相続とか始めようよ。兄嫁の言葉に兄が反応した。今ここで始めてもいいけど、お前には1円もない。ただこちらからは慰謝料たんまりと請求させてもらうから覚悟しろ。分かったらさっさと俺の目の前から消えてくれ。それからしばらく妻の兄と兄嫁は言い合っていたが、二度とお前の顔など見たくないと妻の兄が最後に放った言葉に、兄嫁はどこかへ行ってしまった。沙織、連絡をくれてありがとう。義母から入った連絡を妻が兄に段取りの相談のため連絡した際に兄は初めて知った。葬儀準備をしている時に聞いた話だと、今回の旅行の話も兄にまで伝わってなかったようだ。葬儀も順調に終わり、おのおのが普通の生活に戻っていった。しかし変わったこともあり、俺たちは義母の住む妻の実家に同居を始めた。ある日の夜、取引先との接待が行われ、俺はかなり酔っていた。妻には接待で飲んで遅くなることは伝えておいた。案の定日付が回った頃に帰宅することになった。引っ越してきてまだ3日で酔っ払っていたので、そんなに大きな家ではないが、あちらこちらにぶつかりながら部屋に着いた。俺は服を脱いでそっと妻のいるベッドに潜り込んで寝ることに。その際にお尻や足や腕を触っていた。特に目的があったわけではなかった。俺としてはいつもの軽いスキンシップのつもりだった。向こうを向いて寝ていた妻と思っていたら、前にもこんなことあったわね。呆れた感じの義母の声がした。俺は一気に酔いが覚めた。そんなことされたらまた寝れなくなっちゃうじゃないの。その一言で俺の中で何かが壊れていくのが分かった。俺はそのまま義母にちょっかいを出した。ちょっと何してるの。義母は軽く抵抗してみせる。本当に嫌がってないと判断した俺は義母の唇を奪った。義母の口の中を模索する。義母が俺に腕を回した。俺は義母とやっと溶け合えた。沙織には言わないでね。お願いします。でもお母さんは何も悪くない。
俺がお母さんを女として見てしまったからだ。義母のベッドに二人寄り添って座り、そんな話をしていた。お母さん、どうしたの？ノックもせずに沙織が入ってきた。ケンタ、何やってるの？こんなところで。妻は息荒く叫んだ。俺は迂闊だった。パンツにシャツの格好で何もありませんは通用しない。そんな格好でお母さんのところで何やってるの？ちゃんと説明して。妻は大きな声で言い終わると泣き出した。お母さん、ちゃんと説明してよ。振り向くと義母はちゃんと寝巻きを着ていた。お父さんの服のサイズが合えばもらってほしくって、捨てるのはもったいないし、それで何着か着てもらったらお父さんとの思い出を思い出しちゃって、泣いてたら健太さんに慰められたの。え、そうなんだ。ちょうど健太さんが帰ってきた時にリビングで会ってね、ちょっと私の部屋に来てもらったの。ところで沙織は何を勘違いしたのかしら。健太とお母さんが夜中にお母さんの部屋でパンツとシャツじゃ疑われても仕方ないよな。ごめんな沙織。俺は着ていた服をわしづかみにして義母の部屋を妻の後に続いて出た。お母さん、おやすみなさい。ああ、そうだ、健太さん、ちょっと。妻は部屋に戻り、俺は義母の方を見た。お母さんはゆっくり布団をめくった。妻が来ている間中、義母の下半身が布団の中に隠れていたが、何もつけていなかったようだ。危ないところだった。俺たちは妻のいない時間帯に月に1回程度楽しんでいる。しばらくして、どうしたの？とリナさんが聞いてくる。答えが見つからない。どうしてこんなことをしたのか。顔を振り向いたリナさんは目に涙を浮かべていた。俺の名前はユウト。大学を卒業して2年が経った。実家から遠く離れたところで働く4歳上の兄がいる。兄の転勤先が実家近くになり、これを機に兄が結婚相手を連れてくると実家に連絡が入った。女性の出入りが多く、モテた兄がどんな人を連れてくるのか興味があった。玄関のチャイムが鳴り、3人でお出迎え。はじめまして、戸田里奈と言います。え、里奈さん？俺にはその顔に見覚えがあった。大学時代に憧れていた里奈さんだ。俺の大学時代の話だ。サークルで副会長だった3歳年上の里奈さんに憧れていた。美人でスタイルも良く、長い黒髪で俺のタイプな女性。これといった接点がなかったが、里奈さんをもっと感じていたかった。そのためにサークルには積極的に参加した。ところがある日、里奈さんは当時のサークルリーダーと付き合っていると聞かされる。しばらく何も考えられなかった。言われてみると、リーダーと仲良く話をしているのをよく見る。それでも、俺は憧れ続ける。そして何の進展もなく、彼女は卒業していった。結婚の挨拶に来た兄とリナさんは、終始笑顔だった。リナは、ユウトと大学一緒なんだ。兄が俺たちに言う。学部が違うと、人数が多い大学でしたから、わかりませんよね。リナさんが付け加える。俺のことなんか覚えてないよな。そりゃそうだ。終始和やかに進んだ。兄と父と母が席を外すと、元気だった？会長どうだった？元気です。会長をやれて会長に言われてびっくりしました。私が会長に推薦しといたの。あなた頑張っていたから。
ありがとうございました。兄が戻ってきた。ユートと何話してたんだ？電子工学科ってどんなこと習うのかなと思って。リナさんは話をはぐらかした。注文していたお寿司が到着したぞ。みんなで食べよう。父が持ってくる。2時間ほど会話をして2人は帰っていく。俺は驚き、そして興奮している。リナさんは俺のことを覚えていたんだ。それに、サークル時代も俺を見ていてくれていたんだ。兄との結婚はショックだけど、リナさんと親戚になれることを考えよう。数ヶ月後、兄とリナさんの結婚式が行われた。晴天に恵まれたいい日。リナさんの美しさはお母さん譲りだと分かった。リナさんのお母さんも美人だ。それにしても、リナさんは何を着ても似合っていて綺麗だ。俺は、リナさんに幸せになってもらいたい。兄の病気が出ないことを祈っていた。兄が結婚して、リナさんが義士になってから1年が経過した頃、知らない番号から携帯に電話がかかってきた。出ると、リナさんだった。話があるらしく、会うことになった。リナさんは俺と会うなり、泣き出してしまった。個室風の居酒屋で助かった。私の旦那、浮気しているみたい。兄の病気が出たようだ。何か証拠でも掴んだんですか？まだ何も。でも、多分当たってる。証拠もないし、気のせいかもしれませんし。わかるのよ。一緒にいると余計に。リナさんみたいに美人な奥さんなのに、浮気とかしますか？美人は三日見たら飽きられるからね。少しリナさんが笑った。俺は二年間飽きませんでしたけど。そうなの？私、男を見る目ないよね。やっぱりあの時、告白してたらよかった。どういう意味ですか？私ね、あなたのこと気になっていたの。でも私、年上だからやめたの。俺は驚いた。ラムレーズンでリナさんは酔ったのか？今更は遅いよね。後悔しても。それから一週間後、リナさんからの電話。いつもの居酒屋で合流。リナさんは封筒から写真を出す。封筒には、更新所と書かれている。写真は、兄と女性がホテルに入るところと出るところの写真。しかも、一週間で二人と浮気。よく見ると、違う感じの女性とだった。毎週この二人と会ってるんだって。舐められたもんよね。リナさん、ちゃんと寝てますか？ご飯食べてますか？少し顔色も悪いし、目の下にクマも見れる。気分転換に、サークルで行った白良浜にでも行きませんか？日帰りできますし、これからのことも考えないといけないし、一度気分転換しましょうか。少しでも気を楽にしてほしくて、俺はつい言ってしまった。迎えた旅行当日。俺は最寄りの駅でリナさんを拾い、2時間車を飛ばして白良浜に着いた。リナさんはその間ずっと寝ていた。疲れていたんだろう。私、寝てたね。ごめんね。ここ、どこなの？運転変わるよ。20分前に着きましたよ、白良浜に。俺のドライビングテクニックを見せられなくて残念。じゃあ、泳ぎましょうか。リナさんは車の中でスカートを脱ぎ出す。水着の上から服を着ていたリナさん。もう着れなくなっちゃうから、今回はサークルの時に着てたビキニ、つけてきちゃった。大学時代に遠くから見ることしかできなかった憧れのリナさんがこんなに近くに。
砂浜で場所を取り、昼まで二人で海を満喫した。リナさんの笑い声や話し声もすべて俺に向けられている。いつまでも見ていたかった。いつまでも聞いていたかった。夢ならば覚めないでほしい。あんまり遅くなると良くないからと、まだ日は高いが帰ることになった。現実に引き戻された気分だ。帰り支度をするために更衣室に歩き出す。リナさんが手をつないできた。女性に手をつながれて興奮したのは初めてだった。俺はリナさんの顔を見た。思わず目が合った。お願い、更衣室まででいいから。むしろ俺からお願いしたいです。リナさんはつながれた手を離すと、今度は恋人つなぎをしてきた。リナさんは俺に太陽よりも眩しい笑顔を向けてきた。俺の中の何かが後押しをした。リナさん。更衣室の横で、俺はリナさんに後ろから抱きついた。しばらくリナさんは抵抗するわけでもなく動かない。前を向いたままのリナさんの表情はわからない。俺は不安でしかない。しばらくして、どうしたの？とリナさんが聞いてくる。答えが見つからない。どうしてこんなことをしたのか。顔を振り向いたリナさんは、目に涙を浮かべていた。俺は限界だった。振り向いたリナさんの唇を奪った。リナさんは優しく目を閉じる。これで、私も不倫したことになるのかな。帰りの車の中で、俺は答えることができなかった。リナさんを降ろして、俺はアパートに帰っていく。罪悪感と満足感が5分おきに俺の脳内で入れ替わる。何も手をつけられない。職場でもミスが多発している。あれから1週間経ったが、リナさんからも連絡はない。ある時、携帯が鳴った。リナさんだった。海に行った帰りに旦那を待ち伏せて、不倫現場で離婚届を突きつけてきたわ。それでつい先日、離婚が成立したの。以上、報告終わり。報告を受けた俺は、どうすればいいのですか、リナさん。しばらく無言で、リナさんは泣いている。わかんないよ。どうしていいかなんて。じゃあ、どうして俺に連絡をしてきたのですか？今、どこですか？そこで待っててください。玄関を開けると、リナさんが立っている。リナさんには、インターホンの使い方を教えないといけませんね。俺はリナさんをお姫様抱っこで部屋へ招き入れた。リナさんは俺に強く抱きついてきた。ある平日の昼下がり、会社が休みだった俺は部屋の中で暇を持て余していた。外の空気が吸いたくなり、ベランダに出て景色を眺める。俺は36歳の独身で、特に趣味もないつまらない男だ。周りは家庭を築いたり仕事で出世したりと浮ついた話を聞くことも増えた。それに伴って俺の関わる人間は年々減り始めている。昼下がりのアパートのベランダからは子供の走り回る声や主婦の井戸端会議の声が聞こえてくる。昼飯でも食べに行こうかと思った矢先、隣の家の窓の開く音がした。ちょっと待ってて、洗濯物干すから。母親が子供の相手をしながらベランダで慌ただしく洗濯物を干す音が聞こえてくる。隣人は30歳のシングルマザーだ。2歳の男の子がいる。俺がそこまで隣人に詳しいのには理由がある。
最初はただ挨拶を交わす程度の関係だったが、しばらくして隣人のエリが俺の家を訪ねてきた。焦った様子のエリは、急に用事ができたため、子供を3時間だけ預かってくれないかという無茶なお願いをしてきた。一度は無理だと断ったのだが、預ける場所がないので子供一人を残して出て行くことになるという理由で押し切られてしまった。俺は戸惑いながらもエリの子供を預かることにした。一度預かったのがきっかけで、たびたび同じようにエリから預けられることが増えた。エリは毎回派手な服装で出かけていったが、どんな事情があるのかは知らない。ああ、洗濯物落としちゃった。エリが苛立った声を上げている。俺は何の気なしに隣のベランダを覗き込んだ。洗濯物を拾おうと前かがみになっているエリの丈の短いワンピースはまくれ上がっており、赤い布地があらわになっていた。薄くて小さすぎる赤い布は大事な場所を隠しきれておらず、目の前に広がる光景に鼓動が速くなる。俺の下半身は大きく膨れ上がり、無意識のうちに右手はその大きな膨らみを握りしめていた。洗い直しじゃん。汚れた洗濯物を拾い、顔を上げたエリと目が合ってしまう。見てはいけないものを見てしまったことと、自分が今している行為に焦りをにじませる。こんにちは。今日はお休み？エリは特に気にする様子もなく、日常会話を始める。俺の方が年上だというのに、普段からエリはタメ口で話す。こんにちは。今日は休みだよ。俺は急いでズボンを直し、直立不動のまま返事をする。どうしたの？体調でも悪いの？俺の想像していなかった質問をされ戸惑う。そんなに体調が悪そうな顔色をしているのだろうか。顔が赤いよ。熱でもあるんじゃない？少し距離を詰めてきたエリが心配そうにこちらを覗き込む。そんなことないよ。ちょうどお昼を食べに行こうと思ってたところだから。俺は少しでも早くこの場を離れたくて室内に戻ろうとする。あの、お願いがあるんだけど。室内に戻ろうとする俺を引き止めるようにエリが声をかけてくる。どうしたんだ？無視して室内に戻ることもできず、顔だけエリの方に向ける。この後、息子を2時間だけ預かってもらえない？これから昼食に出かけるという話をした矢先の相談に、俺は少し苛立ちを覚えたが、先ほどの罪悪感もあり、承諾することにした。1時間後に息子を連れてくるということで話は終わり、俺は部屋へと戻った。それじゃあ、お願いね。胸元の空いた服にタイトスカートという派手な姿でエリは出かけていった。いつもは俺の家で面倒を見ていたのだが、今日に限ってエリの家で留守番を頼まれた形だ。自分の家ということもあり、子供は慣れた感じで一人で遊んでいる。シングルマザーの家で留守番という経験をすることがまずないので、俺は少し緊張していた。それぞれの家庭の匂いというものはあると思うが、子供が住んでいる家とは思えないほど、女性特有の化粧品や香水の匂いがしていた。それが余計に興奮に近い緊張感を生み出していた。お母さんは出かけることが多いのか？子供に話しかけるものの、今はテレビに夢中になっており、こちらの声かけに関しても無関心だ。早速手持ち無沙汰になり、とりあえずソファーに腰掛ける。それにしても散らかっているな。俺は室内を見回すと、脱ぎ捨てられたワンピースと下着を見つけた。それは白いワンピースに赤い下着の組み合わせで、
俺はエリが先ほどまで着ていた服だと直感した。自分がごくりと唾を飲む音が聞こえる。俺は気づくとワンピースを手に取っていた。少し温かみがあり、先ほどまで着ていたことを理解する。そうすると下着に関しても脱いだばかりなのだということに興奮する。俺はちらりと子供の様子を伺うが、かじりつくようにテレビに夢中になっていた。ちょっとトイレに行ってくる。子供にそう伝えると赤い下着を拾い上げてトイレへと向かう。トイレは清潔に保たれており、エリと子供の写真が並んでいた。この赤い下着の主の写真が並んでいるということが俺をさらに興奮させる。俺は便座に座ってズボンを脱ぎ捨てると、下着の細かい布地部分の匂いを嗅ぐ。ぬくもりがまだ残っており、そこからはエリのメスの匂いがした。頭が一瞬くらりとする感覚に陥り、俺は露呈したものに右手を添えた。己の欲望をさらにかきたてると、その赤い下着で物を包み込む。その時の俺は後先なんか考えられず、赤い下着を白色に染めてしまった。余韻に浸ろうとした矢先、玄関の扉が開かれる音が聞こえた。そのありえない音に俺は一瞬で我に返る。玄関の扉が開いたということは、エリが帰ってきたことを意味する。ただいま、用事が早く済んじゃって。そう言いながらリビングに向かう足音が聞こえる。あの声は間違いなくエリだ。俺は今手にしているものを見つめながら一気に青ざめていく。もしエリに下着を持ってトイレに入ったことがバレたとしたら、警察を呼ばれる可能性だって大いにある。今の俺は親切な隣人の皮をかぶった変質者だ。その現実が俺の鼓動を早くしていく。あれ、おじさんいないの？エリが子供に俺の所在を確かめている声が聞こえる。トイレ。元気よく子供が答える声が聞こえて、俺の焦りはますます高まった。まずは下着を取ったことがバレなければいいと思い、俺はズボンを履くと欲望にまみれた下着をポケットに突っ込んだ。それと同時にエリがトイレのドアをノックする。やっぱり体調悪いの？昼間のやりとりがあったせいか、俺の体調を心配して声をかけてくる。いや、もう出るよ。俺はそう言うと何食わぬ顔で扉を開けた。するとエリは予期せぬ行動に出た。ちょっと待って。俺をトイレから出さないように入り口を塞ぐエリ。強調された胸元とタイトスカートから覗く素足に、俺の下半身は再び元気になっているのを感じる。エリは俺の下半身に目をやると何かを納得したような表情を見せた。ふーん、そういうことだ。何がバレてしまったのか、俺の行動は早くなり汗がにじみ出す。私の赤い下着がなくなってんだよね。その言葉に俺は軽い立ちくらみを覚える。警察に突き出されるんじゃないかという不安が一気に溢れ出した。すまない、本当に出来心で。その場で土下座をし、とにかく謝ることしかできなかった。俺は何を言われるのか不安で、エリの次の言葉を聞くまでは顔を上げることさえできなかった。エリの返答を待っていると、ズボンのポケットに手を入れられる感触がした。そこには俺の欲望にまみれたエリの下着が入っているのだ。本当に変態だね。これどうしてくれるの？顔を上げると、エリはゴミをつかむかのように下着を持ち、チラチラと俺に見せてきた。その光景越しにエリのスカートの中身が見えたことにより、俺は
焦りよりも興奮が勝ってしまった。俺がチラチラと視線をスカートに向けたせいか、それに気づいたエリは笑みを浮かべる。こんな状況でも人の下着を見ようとするんだ。今までに自分が S か M のどちらの性癖があるかなんて考えたことはないが、この状況で興奮しているということは M なのだろう。まるでエリの責める言葉に興奮を覚えてしまう。立ちなよ。立ち上がった俺の下腹部はパンパンに膨れ上がっており、とっさに手で隠そうとしたが、エリに制止され、それは叶わなかった。本当にどうしようもないね。さっさとズボン脱ぎなよ。すべてを捨てて、すぐに脱ぎたい気持ちもあったが、やはりそれはできなかった。もしズボンを脱いで警察を呼ばれたらという気持ちが少なからずあったからだ。無理だ。なんとか言葉を絞り出すが、エリは納得してくれない。さっさと脱いで。言うことを聞かないと知らないよ。その脅しに観念して、俺はズボンを脱ぐ。私の下着を覗いて、こんなことになってるの？俺は素直にうなずくことしかできなかった。それも脱いで。エリの淡々とした指示に俺はおとなしく従うしかなかった。いや、本心はエリに指示されていることに期待と喜びを抱いていたのだ。まだまだ元気になるの？ベランダでもそれ出してたの知ってるよ。あの時見られていたんだという気持ちが俺を興奮の渦へと巻き込んでいく。さらにエリは自分のスカートをまくり上げると黒色の下着を見せつけてきた。まるで俺の反応を楽しむかのようにエリは次々と興奮を与えてきた。本当に変態だね。でもお利口だから好きだよ。興奮しながら黙って直立している俺を見たエリの満足げな表情がたまらない。これじゃあまるでエリにしつけられているペットのようであるが、それを受け入れている自分がいた。それじゃあ気持ちよくしてもらおっかな。エリはそう言うと俺を便座に座らせて覆いかぶさってきた。俺はただ夢中になった。すべてを吐き出すように。あっという間に興奮は絶頂を迎えた。それからというもの、俺はエリの言いなりになった。当然己の犯した罪を償うためではあるが、それ以上にエリに尽くしたいという気持ちが強かった。それはエリから次のご褒美をもらいたいという下心もあったのだろうが、あの日の経験がどうしても忘れられなかったからだ。まるで主従関係のような経験が。ただあの日以降、俺はエリに呼び出されることはなかった。1年以上続いた隣人とのいびつな関係もエリが唐突に引っ越したことで終焉を迎えた。俺は何も聞かされていなかったし、なぜあの日あのようなことをしたのかはとうとう教えられなかった。今でも俺は空室で誰もいない隣のベランダに視線を送ってしまう。あの日エリから送られた首輪は紛れもなく俺の首につき続けていた。おそらく一生俺はエリの面影を探し続けるのだろう。捨てられたペットのように。